ぞ、柿シーズン。わあ、美味しそうなのいろいろだね。あら、シーズン到来、柿祭りですって。ゆうちゃん柿フライ大好き。初物だし、ちょっとお高いけど、新鮮な生食用奮発しようかしら。おやおや、ママ勘違いしてるね。牡蠣には生食用と加熱用があるけど、違いは鮮度や質じゃないんだよ。牡蠣を養殖してるところが保健所の指定した沖合の海域だと生食用、それ以外のところだと加熱用になるのさ。お味の方は？加熱用は水洗いしてすぐに出荷するからね、味は加熱用の方が濃く、火を通すと甘みも旨みもぐんと増すんだよ。フライなどは加熱用だね。生食用は水揚げして 2,3 日殺菌処理してから出荷するのさ。独特の喉越しを楽しむスガキなど、生で食べる場合は必ず生食用を選ぶこと。両方買ってきたらすぐ冷蔵庫に。うん、最高。あちあちでとろーりだぞ。それにとっても甘いの。美味しくて僕ダンシング。僕も思い込んでたな、生食用が新鮮なんだって。そうね、私も勘違いしてたわ。牡蠣って縄文時代の貝塚からいっぱい出てくるって学校で習ったんだ。ん？貝塚とな。貝塚は昔の人が食べたたくさんの貝の殻が地中に埋まってできたのさ。10種類以上の牡蠣が生で食べられるレストランもあるんだってさ。なぬ、わしぜひぜひ行ってみたいのだ。ロンパパ、貝塚ができちゃうくらい食べそうだね。ありえるありえる。牡蠣を使ったお料理なら我が家でもいろいろと作れそうですね、おばあちゃん。和洋中にエスニック、牡蠣は万能食材だからね。バイキングパーティーやりましょうか。いろんな牡蠣料理作って大皿に盛って。大賛成。わっほっわっほっわっほっほー。今日は誰が出るかな。またねー。